とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー攻略、初見やっていっております。次は11回からですね、20回までやっていきましょう。ゴーレムキットでいきます。森の矢筒もいいかなと思うんだけども、まあ、とりあえずこれで、どうだ。この選択ミスをした時が結構きつくなるので、極力ミスはしたくない。ちょっと嫌な場所にお前いるぞ。よし、ナイス。めちゃくちゃよかった。ノックバックで倒した。じゃあ OK。 序盤が結構ね、敵がうわすごいな、あそこ多かったんだけども、中盤はどうだ。特に問題なかったそんなに多くもないか。はい、では12回です。どうなるか。力の弓もまあいいかなと思うんだよね。オーバーチャージついてるし、貫通もついてる。倒しやすそうだな。回復はもう心奪うものに任せて、いや、任せられないぞ多分倒せなくなるよ。まあいいや、いけ。もう、いっちゃえ。オーバーチャージ。だけでいいか、とりあえずはね。まだなんとかね、敵を倒していけるぐらいの火力はあるので、大丈夫でしょう。じゃあアップで食らってるし、いやー、嫌な場所だな。嫌な場所を本当に。じゃあなんか矢が出てきてくれれば嬉しいけど、矢は出ないのね。矢は出てきてくれないんだ。まあ仕方ない。パワー75のやつでね、ようやってるよ。本当によく倒してる。お前で終わりか。でもそろそろ武器は変えたい。でも変えたら吸血がなくなるから若干きつくはなるという。怒りか。でもユニークの商人はもう出たからね、パワーアップすることはできないのよ。やめとこう。反逆者と怒り、意外といいかもしんないけども、このままいきます。で、ここか。ちょっと様子見ながら行きたいな。はい。ああ、貫通つけたオーバーチャージで一気に行けそうな気はするけどね。いいか。よし。ちょっと挟まれるのはちょっと勘弁して。あー、凍結嫌だな。蜂たち行ってくれ。危ないぞ、モレム。おお、お前いるの珍しいね。こんな序盤からお前が出てくるなんてなかなか珍しいところじゃないか。で、ネクロね。上から倒せない。あ、倒せる。あー、無理か。そんなに減らせる。いやー、これはちょっときつい。こんだけ召喚されてくると結構きついよ。しゃ、おいしゃー、危ねえ。ちょっと待て。ナイス。どうだ。よーし、よし、倒した。ちょっと召喚されすぎたね。よかった。ソウルが溜まっててよかったよ。終わりじゃない。まだ、あ、いた。最後か。はい、では13回クリアです。ネクロ早めに倒さないとちょっと厳しいかもね。クレイモは変えようかな。変えようか。ちょっとダメージが低いな。倍の攻撃力になるし、行きましょう。回復はちょっと厳しくなるけど、虚無1と弱体化を入れとけば、まあまあ、マシにはなるので、これでどうだ？うんうん。いいね。行ってくれ。で、極力、よし。ソウルは、溜めていきたい。よし。危なっ！よし。ソウルはね、溜めときたいね。オッケー。弱体化でね、火ダメを軽減するという感じで、これがあれば、まあ、吸血とか、そこら辺がなくてもいけるでしょう。おらん？あれ？ああ、こっちか。いっちゃえ。よし。ハーベスターで一気にいってもいいけども、ちょっと温存しときたいので、使わずにいきます。14回クリアです。勇者。いや、まだ反逆者でいいね。火力があっちが上。別にいいのがありません。次行きましょう。あー、嫌な場所。ここ結構嫌い。てか、雪のステージが結構嫌いなんですよ。ソウルもそんなに溜まってないから、ぶっ破できないね。ちょっと一気にぶっ破できるところがあると、楽なんだけど。なかなか前に進みづらいな。前に行きづらいよ。あー、落としたー。キャー。やばい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 。いるのかよ。ちょっと多くない敵。敵が多いぞ。ぶっ走ろ。いやー。よし。オッケー。オッケー。ソウルが、もうほんと一気になくなるね。そうか、魂の袋を装備してないから、ソウル全然ないんだ。あー、来た！あー、でも来たけど、そうねー。オーバーチャージの方がボスでは役に立つね。雑魚戦ではこっち。連鎖反応は、こっちで行こう。うん。やっぱ雑魚戦の方が、数が多いんで、長いんで、こっちの方が、間違いはないと思います。貫通も3入れときたいな。OK。いくぞ。とりあえず、矢はね、今回結構いっぱい出てきてくれてるので、なんとかしていきましょう。はいはいはい。いや、結構敵の火力も、あるよ。よし。結構敵の火力が高い。危ねえ。あ、固まるな。固まるねえよ、やたら。危ない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 。死ぬ死ぬ死ぬ。危ねえ、死ぬとこやった。危ない、事故るとこだったわ。次は、耐久力抜群ね。ポーションバリアもついてる。でも反逆者の攻撃力がないと倒せない気もしてくるんだよね。もう少し待とう。うん。うわ、久しぶり。ネームド来るなよ。ここなんか、昔さ、ネームドがよく出てきた場所なんだよね、ここ。頼むからネームドはやめてよ。なんか出るようになってるからね。よし、オッケー。あ、極力近接で戦っていった方が、いや遠距離の方がいいか。近接の方がね、まあ弱体化はついて火ダメはねだいぶ抑えれてるんだけど、しゃオッケー、あと上でおしまいですね。はいはいはい、終わり。まあめんどくさい敵が多いです。あー、魂のナイフか。ちょっと待ってよ、流れ込む魂もついてて弱体感はあるか。変えます。で、流れ込む魂を1入れときましょう。で、あと弱体化ね。で、ここで乱射を上げましょうか。防具はそのうち変えると思うので、うん、これでいいと思う。ちょっと防具いいやつ欲しいな。次はボスか。うっそ、またまたですか。もうほんとに嫌なのや、ほんとに嫌なのよ、ここ。もうほんとに嫌な場所。まあちょっとあれものすごい時間かかるので、ちょっと飛ばします。はい、ボス最後のワンパンぐらいまで飛ばしますね。ここはマジか。はぁ、両方とも終わったのに、真ん中開かないんだけど、これ。これバグでしょ。もうやめて、こういうの。よし、終わり。めんどくさー、ほんとに。テンペストゴーレムはもうタワーで出てこなくていいよ。はい。ということで、19回終わりですね。20回行きましょう。いや、なんか中途半端な階層でボスが出てきたな。このまんまでいいか。あ、で、ここね。どんな感じになるんでしょう。まあ、矢がまだたくさんあるんで、問題なく倒してはいけるんだけどね。後ろからブツブツ撃てば。全く問題ありません。あ、ソウルも結構溜まってんな。オッケーオッケー。あー、でもハーベスターの攻撃力もなんかちょっといまいちになってきたね。そろそろ変えても良さそう。うん、ちょっとパワーが、下がってきたかな。まだいるぞまだいるよまだいた。ぶっ飛ばしたからなんか判定が変わったんだろうね。はい。では、20回。お、まだいるじゃんどういうことだ。クリアでーす。では、今日は、11回から20回ですね。クリアしました。次は21回から30回までいきます。今回もテンペストゴーレムがいます。めんどくさいです。頑張っていきましょう。ということで、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。